次のページがですね、なんと新しい家族編に入りまして、まあ、ここで山梨一人旅編は終了するんですが、次の新しい家族編こちら、ドン、新しい家族、おやおや、この猫は一体、むむ、これはテマニャンなのか、む、いや、これはテマニャンじゃないのか。確かにテマニャンはもうちょっと毛並みが茶色っぽかったような、目ももうちょっとだけ緑色っぽかったような。むむ、こちらなんと小次郎くんという新しい家族が我が家にやってきてくれました。左手マニャンでございます。写真だとちょっと色味は分かりにくいかな。左手マニャンで右が小次郎という、こちらオスでございます。はい、新しい猫又家の家族ができました。どっちもオスなのね。テマニャンはメスですね。テマニャンがメスで、コジがオスです。そう、もうね、テマニャンとコジは結構もう馴染んでおりまして、すごいね、仲良しなんだよ。ペロペロしてくれてんの。もうなんかね、コジローが結構元気なんですよ、もう。すごい元気で、もうテマニャンっておしとやかだったんだなーって思って、もうコジはね、去勢済みですね。去勢されております。そう、すごい仲良しで、僕がねこう部屋に戻るとテマニャンとコジがこうやってね、ぴったりくっついて一緒にいるくらい仲良しなんだよね。まあ、同じね、アメリカンショートヘアっていう種類だからかわかんないけど、仲いいね。お姉ちゃんになったの。